大宜味村喜如嘉で開かれた初出荷式には北部6市町村のシークワーサー生産者や行政関係者などが出席しました。式で大宜味村の友寄恵前村長は、農家が愛情を込め育ててきた青霧シークワーサーの初出荷式ができることを皆さんと共に喜びたいと生産者への感謝を述べました。その後、会場を移動して開かれた試食会では、北部地域で養殖されている杉の刺身が並び、参加者は青霧シークワーサーの酸っぱさがマッチした名産品の共演を楽しみました。美味しい。県外または世界にですね、北部のシークワーサーの良さを今後 PR して、世界のシークワーサーを緑の宝石と言われてますので、 PR していきたいと思います。今年の北部地域は大型台風の襲来もなく、また降雨量も十分だったことから、シークワーサーの実りは順調で、今期の生産量は去年より200トン多い3217トンを見込んでいるということです。